どうも、明けましておめでとうございます。この動画をね、ちょっと新年一発目にするかどうか、まだ考え中なんですけども、今回はね、ヘルストロンの食品について話していきたいと思います。他にもね、社会問題とか、検証に当選しましたとか、いろんなテーマで話していくんですけども、チャンネルの再生リストに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あと、このチャンネルはですね、今年もいろんなね、情報収集して、様々な動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、話していくんですけども、まあ、ヘルストロンっていうね、こうなんていうのかな、電流というかな、電気を流してね、この人の、血流を良くすると、まあそういうようなね、機械なんですよ。これね。まあ今まで動画、2本ほど作ってるのでね、もう、まあヘルストロンでこう、引っかかってね、検索したりしてこう見てくれてる方っていうのはわかると思うんですけども、まあこれも似たようなチラシかな、こんな感じでね。で、ヘルストロンをね、作ってる、白寿さんというね、全国展開している会社があるんですけども、まあそこでね、こういういろんな健康食品を扱っていたりするわけですね。ただ別にこれ絶対買ってくださいとかそういうことはね全くなくて、こういうふうにね、まあこの買わないといけないのって書いてあるのはこのヘルストロンのね機械のことなんですけども、まあ購入しないといけないということはありませんよということで、食品、まあいわゆる健康食品の方も、そういうことはないんですよ。で僕もね毎日毎日飲んでるものっていうのはないので、こういうね、まあ一番、買いやすい、ベーシックなとこだと、このカルシウムのね、カルロンっていう、これ120円なんですけどね。まあこれも、もちろん買ってる人もいるんですけども、買ってないでね、無料で、こちらのヘルストロンにね、乗りに来てるっていう方もいるんですね。で、ちょっと僕が、買ったもので2つ、ご紹介しようと思うんですけども、一つがね、これ期間限定の、冬限定のね、この笹のチョコなんですよ。これちょっとね。そう。で、これね、280円なんですね。で、結構人気があって、すぐ売り切れちゃうみたいなんですよね。フェアトレードっていうの？なんだろうな、貧困の地域でね、一生懸命こう、食べ物を作ってる人と、なんていうの、対等な価格でこう取引するみたいなね。まあそういうのを応援するみたいな仕組み。これをね、白寿さんとして何かできないかなということで、チョコレートとね、まあ、白寿と言ったら笹でしょうみたいなね。まあその辺がこう相まって作ったものなんですね。で、どういうものかっていうと、こんな感じのチョコなんですよ。あれ、値段言いましたっけ？これ280円なんですよ。カカオ 70% のチョコレートで、まあ、熊笹が入ってますよ、ということなんですけどね。50g ですかね。50g で、280円ですね。ちょっとね、食べていきます。うん。まあ、カカオね、70% なんで、苦いとは言わないですけど、うん、うまい。甘いっていうのはやっぱり若干こう、なんていうのかな、ビターな。うん、苦いではないけど、まあ甘いと苦いだったら若干、ほんの少し苦味があるくらいかな。よくね、スーパーとかで売ってるチョコレート効果っていう、チョコレートあるのわかりますかね？それにちょっと近いかな。あんまりこう、笹は、ちょっと匂ってくる感じですかね。あんまりこう、笹がすごく入ってるっていう、そこまでの感じはしないですけどね。まあそんな感じでね、チョコレートが、期間限定であります。あともう一つはね、こういう笹の栄養ドリンクっていうのがあるんですよ。これが330円ですね。ただ、
別にこれもなんか買わなきゃいけないっていうことは全然ないんでね。まあこれは疲れた時に飲む栄養ドリンクということなんで、僕もね、時々飲んだりはしてるんですけども、まあこれも飲んだことないよっていう方ももちろんいっぱいいると思うのでね。まあこれからちょっと僕出かけるんで、これを飲んでいこうと思うんですよね。これのカルシウムのやつもあるんですよ。で、それはね、あんまり美味しくないっていうことで、有名のようなんですね。で、同じカルシウムだったら、この120円のカルロン、こっちの方が飲みやすくて美味しいよという形なんですよ。まあ、瓶のカルシウムは、成分の方にこう、なんていうの？重きを置いてるからね。味はちょっと、そんなにこう美味しいものじゃないよと、そういうような感じなんですけどね。じゃちょっとこの、ササゲンロイヤル A、これね、ちょっと飲んでみます。これはね、ちょっと甘みがありますかね。だから、カルシウムの瓶に比べると、すごく飲みやすいしね。まあ、なんだったら、その人によったらね、このカルシウムのジュースのカルロンより、まあ、美味しいねっていう人が、いてもおかしくないのかなとは思うんですけどね。これ他のメーカーで作ったら多分330円でね、作れないんじゃないかっていう話なんで、まあこれ330円は結構お得なのかなというふうにね、思うんですけどね。残りもちょっと飲んじゃいますね。うまい。まあ、あれですね、ちょっとこの色ちょっとついてるから。こういうなんていうの、いわゆるこの栄養ドリンクの色ですよね。こういうような感じで。そこまでね、ものすごく甘みが強いっていうわけではないんですけど、いわゆるこのドラッグストアに売ってるね、ユンケルとか、アリナミンとかね、リゲインとか、そういうのってありますよね。まあそういうのに比較的近いかなと。まあそういうような味ですかね。ただまあ、そこまで、今ね、あげたような栄養ドリンクほど甘みは強くないかなと。比較的、自然な甘さに仕上げてるかなとは思うんですけども、まあそんな感じでね、飲みやすいのがこのササゲンロイヤル A っていうことなんで、もうちょっとこれチョコ食べますね。うん、うまいうまい。これね、お店によって、どのくらい仕入れてるかって、違うんでね。チョコ売れるなっていうお店は、結構仕入れてるみたいなんですけど、なんかなくなり次第終了みたいな形のようなんで、うん。ちょっとね、気をつけた方がいいのかなと思うんですけども。まあ、お店に行ってね、まあこのチョコは期間限定ですけど、これだけちょうだいっていうことももちろんできるんですけども、まあ一回は、無料体験で行ってね。で、まあ、無料体験行ったついでにこういうのを飲む、買うとか、あとはちょっと多め、目に買ってストックしとくとかね。そういうのもいいのかなと思うんですけども、まあその辺はね、別に無料体験のみで行くっていうことも全然できます。そういう方もいっぱいいるんでね。今回はちょっと動画のネタ作りに、僕はちょっと毎日毎日飲んでるのはないんだけど、たまにこういうのをね、飲んだり食べたりしてるよと、そういう紹介で、ございました。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。結構ね、これは飲みやすい食べやすいって感じです。バイバーイ。